はい、こんにちは。中学受験さくらチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、毒親に育てられた子供が勉強以外で何か打ち込めるようになるまでっていう話をね、ちょっとしてみたいと思うんですよ。毒親に育てられた子供っていうのはね、絶えずね、その親にエネルギーを奪われちゃうんですよね。一緒にいるとね、エネルギーを奪われるんですよ。でそしてエネルギーを奪われて元気がなくなって絶望するんです。それでも笑ってなきゃいけないんですよ、毒親のためにね。でもね、これね、ずっとやってたら、これ自分の人生っていうものがないわけですよね。絶えず奪われるわけです。で、僕自身はね、もうそれがもう嫌でね、もうこれ一緒にいたらダメだっていうことになって、結論的にはね、僕は大学入ってからしばらくしてから家出ちゃうんですよね。で、もうその母の言うことはもう全く、意に介せず、何言っても無視っていうね。でもね、とはいえね、心はね、それなりに洗脳されちゃってるんですよ。無意識のうちに、これはやったらいけないかな、あれはやったらいけないかなってやっぱなってんですよね。そうだったとしても、一つ一つそうやって洗脳を解きながら生きていかなきゃいけないわけなんですよ。で、そういう状況っていうのを受け入れていくわけですよね。自分はその母親から反抗してね、家を飛び出したかもしれないけれども、それで本当に自由になったわけじゃない。当時はね、いいアルバイト先とかがいっぱいありましたから、経済的に、生活していくことはできるわけです、大学生でもね。で、美ノ和で塾のバイトもやってましたから、でそれなりに家庭教師のいい時給のものなんかを得ていくとね、それなりに暮らしていけるんですよ。でもね、経済的に自立したからといって毒親から自由になったとは言えないんです。やっぱりその自分がこの心からね、充実してないとね、ダメなんですよ。どこかで何か違うな、何かその自分はその遠く離れていてもね、母に何か奪われてるなっていう感覚がね、絶えず僕にはね、あったと思うんですよ。で、ただね、そういうことを考えていくとね、またね、絶望的な気持ちになったり、暗くなったりね、もう俺の人生は大丈夫かな、ダメなんじゃないかななんて思ったりすることが多々学生の頃はよくありました。ただね、そうやってその辛いんだけれども、どうやったらその自分がね、充実してね、その毒親から自由になれるかってことをもうテーマにして考えて、考えながらアルバイトをしたり、大学にちょこっと通ってね、やったりしてたんですけれども、ただその生きることがね、非常に辛かったんです。そんなこんなで生きることが苦しかったんですよ。でもね、苦しいから、僕自身は苦しいからなんですけどね、歌を歌ってる時だけはね、忘れられるんですよ。本を読んでる時とか、法律書を読んでね、面白いなと思ってる時とかはね、そういうのを忘れることができるんですよね。で、ちょっと前にも話しましたけど、僕の下宿先が新宿の若松町っていうところで、近くにね、そこの、軍隊のなんか練習場だったのかな、そこが戦後富山の住宅になって、富山住宅っていうところになって、でそしてその近くにがんセンターができてね、がんセンターなんかはもう細菌研究所だったのを、軍のね、細菌研究所だったのをがんセンターにする。でそして、いろんなその弾のね、その使った不要なものが山になっていて、そこに土で埋めて山を作って、人工の山が箱根山っていって、でその箱根山に木が植わってて、きれいな公園になって、で夜中にね、もういたたまれなくなった時に、箱根山に行くわけですよ。
で僕の大学の合唱団っていうのは、まあ、早稲田大学はのグリークラブっていうのがね有名なんですけれども、そのグリークラブっていうのはね、ただね絶対僕に合わなかったんです。体育会系でね、もう絶えずオーディションが行われて、もうアンプできないと出してもらえないね、まあ上下関係がまあ厳しそうに見えましたね。で規律が非常に厳しいっていうイメージでした。だから僕はもう無理だなと思ってね。でもう一人ね、もう一つね、そのグリークラブから分かれて作ったまあ、あのコールフリューゲルっていうね、まあその男性合唱団に入ってたんですよ。でまあそこであのまあ歌って、まあそこにはね、そこはいいとこだったです。あのお酒飲みに行ってもね絶対一気はしないんですよね。強制的に飲まされたりとか、あの偉そうにする人がねほとんどいないんですよ。で、あのなんか居心地がいいなと思ってね、自由だったんですよね。だから最初のうちはまあ声も出ないしね、腹に力も入らないし、なかなかだったんですけど、だん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 ね、もう歌ってその生きることが辛いもんだからね、そのいつも箱根山に行って夜中その歌の練習をしに行く、ね、歌を一生懸命歌ってるとね、あっという間に2時間3時間4時間と経つんですよ。でしかも誰にも何にも文句も言われないんですよね、広い公園でね。で気がつくと、日が昇ってくる。いや朝日っていうのはこんなに綺麗なんだなっていうふうにね思いながらね、で歌を歌ってるでしょ、紅葉してるでしょ、なんか気持ちがいいんですよね。でこういう時はあの非常にね精神的に安定してるんですよ。どんなに辛い時でもね、やっぱりその人間をね上に引き上げて引き上げてね引っ張ってくれるんですよ。でもそんなことをねもう毎日のようにやっていて、夜のその朝のその朝日が出てから寝るんですよね。でまあお昼過ぎに起きて、もういつも大学午前中の単位の大学の授業はね、いや今日も出れなかったなっていう感じでね、お昼からのこのこ出て行ってっていう感じでね。でも法律の勉強も自分で読むんですよね。自分で読んで、まあ、勉強して、大学の講義はほとんど出ないっていうね状態だったんですけれど、である時ね、僕はあの本当にのめり込みすぎちゃってね、あのすっごい歌ってたんです。でしかもその研究しててね、そのあのまあ早稲田大学のグリークラブとコールフリューゲルとあって、まああのその当時はまあ徐々に低迷しつつあったのかもしれないんですけれども、コールフリューゲルが前世の時のあの演奏っていうのがね、あの部室にあってね、でそれをねしょっちゅう家に持って帰ってはねいつも聞いてたんですよ。でかっこいいなと思いながら、この演奏してみたいなと思いながら一生懸命歌ってたんです。そしたらね、ある時ね、その週に1回かな、その関谷慎先生っていうね、あの偉い先生が来るんですよ。まあほんと怖い先生でね、いつもねもう最初から最後までずっと怒ってるっていう先生でね、まあ本当に怖い人だったんですけど、ある時ね、そのすっごい怒ってるのにね、僕と目が合ったらね、ニコニコって笑ってね、お前の歌い方は俺は好きだなって言うんですよ。いや初めて褒められたなと思ってね、絶対褒めない人なんだけど、その時にね、ああなんか嬉しいなって思ったんです。まあ、よくよく考えるとね、すごい練習してたんですよね、きっとね。毎日毎日ね、あの箱根山行ってね、朝日見るまで前ほぼ毎日やってましたからね。でその日はね、とってもなんか嬉しかったです。なんか一日中ね、なんか鼻高だなかったような気がしますね。もうずっと生きることが辛くて、いつもいつも下向いて歩いてたんですけれども、その日だけはとてもね、なんか誇らしかったんです。まあそういうことがね、ちょこちょこっとね起きるんですよ。で今から考えるとね、だんだんとその母親の目をその気にしながらっていうことがね、なくなっていってるんですよね。
自分の好きなように本当にいいなと思ったことを一生懸命打ち込めるように、まあその頃にやっと、遅ればせながらね、大学時代にそういうことができるようになってんだ。箕輪の塾のねテキストを作るようになったのもその辺あたりなんですよね。だんだん一つのことに打ち込んでいって時間を忘れるっていうことがねできるようになっていったんです。これはまあ自分で独立してね塾を始めて得た時に、まあ頑張る土台になったんだろうなってまあその感じるんですよね。あの毒親のね、まあ、母はまあひどい人でしたけども、ただそのそれでいつもビク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 してね思い切ったことができなかったんですよ。でもねもうねこの人の言うことを聞いていてもダメだ、この人の言うことを聞いたってこの人が自分の人生の責任を取ってくれるわけではない、自分の人生の責任を取るのは自分だけなんだ、自分以外の人間は自分の人生の責任なんか取れないんだ。毒親の母の目を気にしながら思い切ったことができないのは、そういう母の目を気にするということを選択している自分自身なんだ。だから母親の目を気にしないということを選択するんだ。そして自分がやろうと思ったことは思い切りやってみるんだと。やってみるとそこには何か結果が出る。そしてその自分の意思でやったことはそこによって得られた結果は全部自分のものなんだっていうことをね、初めてその頃味わえることができたんじゃないかな。大学ではね、なかなかもう授業も全然出れなくてね、すごく成績もあんまり良くなかったんですけどね、でも自分はねこれでいいんじゃないかって少しずつ思えるようになっていったんだなと思いますね。いいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。